ミレイス。おお、何？バッタ見て。死んだんじゃない？よーく来たな。どうも、オレちゃんです。ブルーです。二人合わせてオレちゃんズです。はい、というわけで今回やっていくのはロングボーイっていうゲームやっていきたいと思います。どんなゲームなの？そう、これはね、あの有名な刺激回避っていうゲームあったじゃん。あったね。ちなみに刺激回避はね、見ないようにするはずなのに顔にパンツ飛んだみたいになるゲーム。このね、刺激回避めちゃくちゃ人気だったんだけど。うん。ここと同じところが作ってるゲームアプリみたい。なるほど。というわけでね、デカすぎる同級生が出てくるっていうゲーム、やっていきたいと思います。教えていこう。そうそうそう、その前に、現在のチャンネル登録者数が 28,796 人。惜しい。もう一人で88888だから、プルオ。ほんとだ、8888じゃない？あ、そうだ、88888だと、88,888 人になっちゃうな。多すぎ。というわけでね、その88888人超えれるように、みんな高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。そして、俺たちの実況が面白いと思ったら、知り合いや友達に教えてあげてください。ください。おい、それじゃやっていこう、スタート。キンコンカンコン、なったよ。何？通知？許可は？しない。しないね。さあ読み込み中。あ、同級生の女の子がなんか届かないよ。どうするのかな。おお、頑張って。いや、頑張っても無理な気がすんな、あれ。なんかいるな。絶対やばいやついるぞ。よし、じゃあ入れてみよう。いろんな場所をタッチして調べてみよう。まあ、謎解きゲームと一緒だね。オッケー。じゃあプルオからやっていいよ。わかった。扉。なんか来たよ。でかすぎだろ。足どうなってんの？足のサイズは小さめ。確かにね。クレヨンしんちゃんの足ぐらい小さいけど、もしかしてこれあれなんじゃない？消してあげるんじゃない？なるほどね。じゃあこれを取って、これを渡す。あ、いけそうだね。どうすんの？顔に塗りそうだけど。お、すげえ。女の子も足しか見えてないんじゃない？どこにタッチしようとしてるのかな？あ、ちゃんと手にタッチした。びっくりした。チーンってなるかと思った。あ、そっち？股間は叩かねえだろう。というわけで今始まったんだね。またこれ本当だ。2回スタートがあった。スタート。さあ次2話やっていこう。ステージ2、君にしかできないこと。さあ次俺やっていこうか。え、リコーダー、リコーダー、おー、違うな、違う、ここか。お、吹いてね。お、何？あ、なんでダメなの？握力弱い。握力弱いの？あ、股間隠した。チャック開いてないけど。小さすぎて失敗。え、でも手はでかくなくね？あ、これか。これを取って、これを足す？これでいけるか？どうだろう。おー、すごいな。相方量すごすぎ。息を吐く力強いんだね。失敗したな。飛んでたな。待って、よく見たらさ、木金っぽいのがあるんだけど。あ、この人たち溶けるとか。ちょっと溶いて。溶かんない。あ、なんか触った。え？なにこれ？すっごい音してるよ。綺麗な音色。流し照明するか。竹じゃねえから。ずれて書いてただって。さあ、3話目。ヤンキーみたいな同級生いるよ。ほんとだ。なんか机高くね？もう立ってるよ。ほとんど立ってんな。あ、なるほどね。テスト、算数のテストをずれて書いてたんだ。残り4分。あ、やばいじゃん、プルオ。なんとか助けてあげて。終わっちゃった。終わったのかよ。20点も取れてる。まあまあ合ってたな。あ、なんか教科書取れた。これを見る。カンニングじゃねえか。先生来たよ。先生に見られてるよ。見られてないふりすな。絶対面白くねえだろ、それ教科書だぞ。これを教科書あげる。あ、違う、筆箱落とす。お、筆箱落としたね。あ、何してんの？消しゴム？あ、消しゴムがなかったんだね。どうしてくれるのそれ。おい、くれよ。ください、貸してくださいでしょ。あ、取った。無言で取ったよ。すごいね、友達だからね。100点ではないな。あの消しゴム消せなかったもん。そうなの？さ、第4話、あり余る身体能力。次俺か。これジャンプするやつだね。頭がどこまで行ったかで、ジャンプの高さを測るやつだ。おし、ジャンプしてみて。任せろ。
まずこれなんだ、道具があるな。とりあえず普通にジャンプしてみよう。どう、どうなる。うわあ嘘だろ、スーパーマン。スーパーマンどころじゃね、宇宙空間だよ。これ背高いだけの同級生じゃないな。失敗どころじゃないでしょ、もう死亡だろそれ。あ、なんかこれをここにつけるんだ、引っ掛けて。あ、ずらしたずらした、なんか取れてる。あ、ネット、上に行けるんだ。ネット取ってボールは、あー大丈夫、大丈夫かな。気持ちいい。気持ちよくないだろ。わかったわかった、さっきのネットを引っ掛けるんだね。さあネットを取った、でこれで下に下がってネットをかぶせる。これでね、ジャンプだ。いけ、どうなる。お、いけるか。おお、なんかすごい調整した感じがあるな。次はちゃんとしような。手抜いたのバレてる。さあ次プルオ、第5話習字の時間。よし、適当に書いとけ。ダメだろ、習字だから適当に絵を描くんじゃないのよ。あ、そうなの。そうそう、漢字を書かないとね。うわ、みんなうまいな。後ろのやつらうますぎだろ、みんな同じような字してんな。じゃあまずはね、墨汁が必要だね。墨汁も必要だけど筆も必要だよね。あ、これか。はい、自由に書いてね。お、何。あ、体がでかいから文字もでかいのかな、入らなくて失敗。これアルファベットの E。 アルファベットを書くな、漢字だから。漢字を書くのよ。あ、そっかそっか。そうそう、あ、墨汁あるじゃん。本当だ、借りるよ。勝手に取った。これをね、ここに入れる。入れちゃったよ。そんなにあった、そんなにあったかな、墨汁って。それさ、6リッターぐらいあるんじゃない。2リットルのペットボトル3本分ぐらいのバケツなんじゃないかな。で、これを筆がいるから、あ、筆これかな。まさかモップでやんのか、嘘だろ。いや、後ろの紙かな。じゃあ、あ、そっかそっか。あ、答え教えちゃった。あ、本当だ、やっぱそれか。これを渡して。なんか一人だけ気合の入れ方が違うんだけど。おいしょ、もう一気に行くぞ。大丈夫。おい、スネオ、どいとけ。スネオなの、めっちゃかっこつけてるけど。とんでも知らないからな。めっちゃ無視されてんな。おいし、書こう。おー、何書くの。おお、長い。おお、すごいすごい、めちゃくちゃ綺麗だな。なんかスネオ、うん、いい家ですねみたいな感じになってるけど。あ、スネオ目悪いから見えてないよ。かっこつけてるだけかよ。さあ、ボーナスステージ1。なんだこれは。やった、ボーナスステージ。ボーナスステージについて、本編とは別にミニゲームが全6ステージあります。ボーナスステージと全てのステージをクリアするとおまけエンディングが解放されます。なるほど、おまけエンディングか。でもこれ動画人気なかったら全然多分続き取らない気がするんだけど。そんな、おい、みんな見てくれよな。みんな見るかわかんないけど、どうだろうね。まあでもやっていこう、面白そうだ。左右の包丁のボタンをタップして30秒以内に、あ、なるほど、同級生たちのね、なんか桃太郎飴みたいなやつを切るんだ。なるほど、 OK、 やっていこう。おい、ひたすら連打だって。やっていくわよ。3、2、1。どう、おーおー、いいんじゃねえの。どう、これはいいのかわかんない、わかんないな。なんかさ、同級生ちょっと動いてない。おお、スネオだ、まずそう。まずくはねえだろ、飴だから。あ、そっか。そうそう。うわ、わかめちゃん。でも静かちゃんじゃなくてわかめちゃん。髪の毛の色はそうだけどね。なんだ、伸びたか。伸びたではないだろ、がっかりすんな。ほら、伸びた、笑ってるから。興味ないのかよ。広告動画を見るとあと10秒追加されます。見ない、見ないのかよ、終わっちゃったよ。余裕でクリアだったな。ステージ6、低すぎた飛び箱。あ、そうか、身長高いから飛び箱も低いんだ。俺ボーナスやったからさ、プロだよ。 OK。 おし、じゃあまずは何か集める。あ、その前に普通に飛んでみよう。普通に、あ、そっちも見てみたいね、確かに。どうなるか。おし、飛べ。犬じゃないんだから、ミレイス。おお、何、バッタ見て死んだんじゃない。おい、誰かもっと押してくれ。押すな、押したらもうなんかぐしゃぐしゃになっちゃうから。あ、そっか。じゃあ、これを集める。あ、台に台足すんじゃない。おお、台2個も。これを足して、これできるかな。あ、なになになに。あ、おい、止めるな。止めるだろ、普通は。もう一回押すよ。もう一回押すの。押した、また来たよ。チェチェじゃないから、絶対止めるだろ普通は。おし、飛ぶよ。オッケーオッケー。
はい、ジャンプ。いいぞ、いけいけ。お、また死んだな。わかった、この台をこっちに入れる。ダメか。ダメだね、入らないね。これをこっちに入れたいのに。あ、先生の取れた。あ、先生のも取るのか。え、先生の取って3段ってこと？これをこうやって。いけるかこれ。ほぼ肩ぐらいの高さになってるよ。押しやってみよう。またどうせドーンってなるんじゃないの。あ、ほらなんか、あれ、やっぱダメだ。こっちにもありそう。そっちにもある？あー、なんか開いたね。で、これを入れる？入れれないね。あ、カーテン開いた。ほんとだ、カーテンとこもあったのか。これを、これでいきます。以上、超えちゃったよ。よし、行くよ。いけるか。お、すげえ。手長。先生、ちっちゃ。じゃあ、この指、舐めようか。やばい先生だ、この人。さあ、ステージ7。12頭身モデル。12頭身。何これ。みんな美術だから、モデルになってるんだね。ビニール袋肩にかけてる。これ、ビニール袋じゃないのよ。ローマ人みたいな感じの布なんじゃない？なるほど。え、どうすればいいんだろう。え、一体何すればいいの。あ、なんか、落ちた。石像が落ちて誰も見ない。興味なし。誰も興味ないね。アパンツ履くの忘れてた。嘘だろ。ちょっとヤンキーみたいな子がめっちゃケツ見てくるんだけど、やめろって。女の子も見てるよ。お、見るなって。やめてくれ。どこ見てんだ。なんか、ヨボヨボのじいちゃん来たよ。何？おん、どっか消えたな。ヨボヨボのじいちゃん、うろうろすんな。なんか持ってたね。おうか、なんか持ってた。あ、来た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 。恋の方程式？じいちゃん何読んでんだ？これ校長。校長なの？これ渡してみる？はい。なんか読み始めたよ。どうなる？え？どうもならない。何これ？え？何これ？黒板？黒板消し？あ、椅子ね。あ、考える人ね。お、みんな書き始めた。お、リアルだな、顔だけ。なんか切なそう。確かに。あ、女の子が書いてくれたんだね。もっとかっこよく書けよな。どこをどうやってかっこよくすんだ。さあ、ステージ8、ぴったりを求めて。あ、服買いに来たんじゃない。これママかな。おい、ばあちゃん見んなよ。ばあちゃん若くね。これを渡す。何それ、カタログ。あ、ばあちゃんの方に渡した。あ、ばあちゃんじゃなくて店員さんなんじゃない。なんだ、飛び出てるよ。更衣室飛び出てるよ。どうなるのかな。おし、ぴったり。どこがだよ。パッツンパッツンじゃねえか。やばすぎだろ。みんなドンビーてんぞ。かっこよすぎたかな。それはねえな。じゃあまずはですね、これを取ります。なになに、ファッションって書いてたね。あ、ここにもあった。ファッション、なんかいろんなファッション誌があるね。じゃ、この黒いの渡そう。はい、どうぞ。お、どうなる、どんな服持ってくるんだろう。なになにそれ、怖いな、その服。なに、どんな服になるの。もうサイズ感がやばいからね。これはかっこいいはずだ。バケモンじゃねえか。顔なしか。何のメイクだ。みんなビビってんぞ。じゃあこのピンクの服。全部ダメな気がするな。それも俺ダメな気がするな。おし、いいぞ。おし、着るから見るなよ。丸見えだぞ。どう見ても丸見えだから。どんな服かな、気になるな。どうかな、どうかな。猫ちゃん、ビヨンビヨンだよ。へそない。いや、へそない以前にさ、ビヨビヨなのよ。ランドセルの背負い方半端じゃねえな。どれもダメか。どれもダメでしょう。ビッグサイズのね、ビッグサイズの服がちょうどあればいいんだよね。なんかもっと他にあるんじゃない。あ、そっか。なんか押しまくる。なんか押しれば当たるかもしんないね。お、なんか見たよ。うわ、俺かっこよすぎ。自分で自画自賛してるよ。しかもなんかラベルかなんか出てるし。あ、ほんとだ。出したんだよね。出すな、自分で。 10XL サイズだって。まあ普通は 10XL だよね。絶対普通じゃねえだろ。これを店員さんに渡そう。あ、このサイズでくださいってことね。あるのかな。普通はなさそうだけど。お、もしかしてちょうどなのかな。おし、みんなよ。だから丸見えなんだよな。さあ、どうかな。みんな話してるけど。おー、ちょうどじゃん。 L って書いてるよ。
おお、みんな寄ってきた寄ってきた。やめとけ、脇臭いから。臭いのかよ。おい、におげ。におげじゃねえだろ。腕を上げて脇出すな。さあ、ステージ9、高いところは任せて。あれ、これさっきと一緒だね。さっきというか最初の方と一緒じゃない？ほんとだ。でもちょっと違うんだろうな。これさっきプロやってたもんね。今回は俺だな。まず黒板消しがあるでしょ。で、これがあるもんね。まずこれ汚れてるから洗おう。うん、みんなスイーンってやるやつ一回やったことあるでしょ。これと吸って。で、誰だ仕掛けたの？この女の子だよ。嘘だろ？そんないたずらするのかよ。魔が差しちゃった。魔が差すな。黒板消し2個取ったから2個とも洗ってやろう。もう2個ともね。ダブルで拭いてもらう。いいね、二刀流だ。そう、二刀流。女の子まだなんかやってるよ。これね、指紋つけてるの。指紋つけるな。拭いてるから指紋つけないでくれ。今から拭くんだから、この のっぽの人が。これ伸びた。伸びたではないだろう。渡してみよう。あ、一個しか渡せなかったよ。お、拭いたよ。拭いて。どうなんのかな。お、また変なところ。お、危ない危ない。変なところタッチするかと思った。え、なんか余裕だったね。本当だ。ピンとするからしゃがんで。この人もやばい人だ。さあ、ステージ10、これ最後にしよう。第10話で終わる人いないんじゃない、他の実況者の人で。確かに。俺たちね、ボケすぎなんだよな。ボケすぎて伸び伸びなのよ。そうだね。ほとんどプロだから。あ、そっか。そうそう、これプロだよ。傘取るでしょ。そう、傘、普通の傘じゃでも無理なんじゃない。確かにね。あ、開けた。開いたね。カッパ。カッパもちっちゃいんじゃねえの。お、なんか取った。うわ、カエルだ。おい、触るな。ビビリだな。なんでそんな震えてんの。カエルが震えてる。カエルの震えが伝わってんの。やべえカエルだな。あのブルブルカエル怖い。ブルブルしすぎだからね。もうカッパしかない。パチパチじゃねえか。弾けたよ。こういうファッション無理があるだろ。また弾けたよ。カエルを。カエルどうすんの。お、今回飛んでこないね。傘でつつく。つつけるか。お、おー、どっか行ったね。え、それどうすんの。これをね、包む。包めてないな。何、植木鉢取ったよ。あ、こっちか。あ、泥んとこね。なんか、うん、吐いたよ。あ、ちょうどいいのあった。驚け。ちょうどいいのとか、そんな、すごいな。すごい成長スピードだったよ。はい、トトロ。トトロじゃねえから、トトロみたいな傘だけど。おお、おい、ドキワカメ。一緒に帰ってやれよ。ま、いいか。あ、帰った帰った、よかったよかった。これでオッケーなんじゃない。交換しよう、これと。やっぱやんなのかよ。はい、というわけでね、もしこれ人気が出たら続き取っていこうかな。そうだね。まあ、まだまだいっぱいやりたい変なゲームもあるから、まあ、もし人気が出なかったら、そっちのね、面白い変なゲームを優先していきたいからね。わかった。というわけで、もし続きが気になるって人は、倍再生して、人気出しといてください。ください。というわけで、今回はこの辺でやりたいと思います。また変なゲームたくさんやってくから、絶対見に来てくれよな。くれよな。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、またな。